ばくない？やばいでしょ、やばいの。でも前髪切ったんだ最近。そう、自分で切ったの。ちょっと幅広げたんだよね前髪の。ほらちょっと広がったでしょ。ちょっと広がったんじゃない？なんか 目がやばすぎてね、なんか正常な判断ができなくて、前髪のなんかうまくいってんのか分かんなかったんだよね。いい感じだよね。よしよ、これ明日朝起きたらやばくなってるかもしれない。前髪ガッタガタかもしれない。パッツンが好きなんだよね、かゆいのよ。そう、パッツン、やっぱりパッツンが好きなの。ゴルフ、ゴルフってそう、また右目が腫れてきちゃった。ほらほんと、じゃあこれでさ、ハーフアップとか可愛いんじゃないですか。本当に脱がしてるのも良かった。お姫様みたい。本当、こんにちは。なのね、こんな後輩似合いそうね。姫カットみたいだよね。ちょっと自分でね切ったからね、ちょっとあんまり上手くないんだけど、ちょっとオイルで分かれちゃった。大丈夫だよ。イエーイ、この前髪で会うの楽しみ。そう、赤いの。ね、よきだね。てかさ、この間さ、あの肌荒れ曲がり？やった、待ってる待ってる。めっちゃ伸びたよね。こんばんは、明後日会えるね、聞いてください。あんまいいや、聞かなく。そう、眼帯やばいよね。てかさ、それよりもさ、幕張で地震が起こったら怖いんだけど。怖くない？100回目ありがとう。幕張地震、最近地震多くない？そう、回復しなかったら眼帯だよ、やだ。なんかね、結膜炎なのかわかんないけど、中からむにゅって何か、なんかゼリーみたいな感じのが出てくるんだよ。そう、地震多いよね最近、だから怖くて。しかも結構でかい、震度5弱とか。あれ、震度 5弱5。でもハロのところは全然自信ないけどさ、自信あったら怖いよね普通に。ね、怖いよね。物もらいたち、病院はね行って新しく薬もらったんだけど、これだからもうやばいんだよね。でもね、すぐ治るんだよ。そう、1日で治るんだけど、てか日中は全然平気だったんだよね。夜になって急に。ねえ、地震ね。やほまる。ねえ、家がね。ねえ。よしのスマホ系派になった。長続くね。でもまあ片目界隈ですよ本当に。右目がうずくとか言います。
右手がうずくか、右目が、なんだろう、右目に封印されしこの力とか言います。今日はお触れ地震特にやばいね。やばいよね、今年やばいよね。ユアは固め界隈なの？そう、我の右目に宿し力、ついに解き放たれる時が来たって。うん早く休む、ありがとう、こんばんは。12秒、もう一回。眼帯はあんまりしたくないけど、した方がいいのかな、わかんないんだけど。でもちょっとなんか本当にこういう状態になっちゃったら眼帯は考える、普通に幕張の時ね。いや怖いよね。12秒じゃないよ、真似がうまいだっけ。あそうなんだ、今日あれなんだ。ユアは待って、全然読めてない。ちょっとこれ結婚いいよ、ちょっとコメントだけのやつにしてた。ハートありがとう、桜もありがとう、桜餅とかもいっぱいありがとう。あさ、サングラスにする。ね、桜さん眼帯ね、ね、会えます会えます。パッドの眼帯シールにする。じゃあもしやばかったら眼帯し、休まないよ、休みはしないよ。なでもだいぶいいんじゃないですか。うん、健康適当にやる。あのみたいなコスプレ、いや、似合わない。無言配信、嘘、サングラスかけても大丈夫ですよ。今日かわいいね、ありがとう。メンバー休んだら振り返りじゃない、ウィンクだよ、ウィンク。だいぶ目が開きやすくなった。だってこれやばくない、こっちは普通でこっちやばい、なんか急に病気みたいな目になって。払い戻し、確かに合格キス、振り返り返品、あそうなんだ、ウィンク、そうなの。なんかねブヨブヨしてんだよね、中が気持ち悪いのよ。うん、押しもしないね、確かに。そうなの、痛々しいの。そう、逆にねこの季節に公園あったらきついですよね。ちょっと化粧この上からしなきゃいけないのちょっときつくない？公園も眼帯して出るのかな。うんうんうん、猫アレルギーの時そういう目になったこと、あマジ？私はね、あでもなんかね、確かに危険だね、確かに。そう、不幸中の幸い。いやもう出れない、いやこの上で出るしかないってことですね。なんだっけ、なんか私さ、めっちゃ顔がむくむ時があって、あの顔っていうか体全部がむくむ日があって、あの普通にね、そしたらなんかねこう横向きで寝てんじゃん、そしたらね下にねこうやって全部むくみが来てね、こっち側だけむくむみたいなことある。それから使う、それの一日治った、でも私も一日治るんだよね、昨日は大丈夫だったから。こんばんは、ありがとう、
片目眼帯してて出た。でもちょっと怖いよね。ありがとう団子。じゃあ本当にびっくりしたん。セリの言う危険だよ。願い、うん。こんばんは。大丈夫だよ。わからん。むくみの正体何かわからん。アイスクリームはね、あのね、あのなんだっけ、コーンのやつがある。そう、まあまだ今回大丈夫なんだけど。こんばんは。あ、かきれな。物もらいじゃないよ。ね、花粉症。ありがとう。ハート違う。ありがとう桜。かわいい。本当大丈夫。さっき切ったんだよね。かきれなぴょん。アイスクリーン、嘘、売ったこ見たことない。でもどこに売ってるか言ったらね、あれだから。冷やすのはいい。冷やしたらね、綺麗、あのかゆみが収まります。明石焼き、かきれなオムライス作ったんでしょ。涙が出てきてる。こんばんは。お風呂入ってかきれな。そう、アイスクリーン美味しいんだよ。アイスクリーン、あ、そう、蓋が丸いやつ。そう、ちょっとやばいんです。でもまあ大丈夫。こんばんは。関西では普通に売ってる。あれめっちゃ美味しくない。ありがとう桜の花びら。アイスクリーン、スーパーに売ってた。頑張ってくる、頑張って。オムライス15,000円。いいじゃんいいじゃん。アイスクリーム、アイスクリームだよ。でもそう、卵の味する。卵の黄身、卵黄の味がします。グミ美味しかった。美味しいよね。あ、ジュースのやつ、飲み物系のやつも今度食べてみるね。じゃあ、ああ私岐阜県に売ってた。 VLOCKで見たことあるって。え、なんか卵黄の味がした。音符ありがとう。かきる鍋、そう、あれめっちゃ好きなんだよ。美味しくてめっちゃ寝る体勢。スーパーになかった。コンビニにあるよ。セブンにある。卵のアイスクリーム、アイスクリーム、私もね今年の夏初めて見たんだよね、アイスクリーム。で毎回見つけるたびに買ってて、でね、なんかアイスクリームってあの本当にあの溶けやすいと思ってたんだよね。すぐ溶けるから、夏に買ってた時すぐ溶けるし、コーンがなんかコーンっていうの、下のコーンがなんかやわやわ系なのね。カリカリじゃないの、しなしな系なの。だからあのすぐしなしなになって、やばいやばいってなるものだと思ってたら、今日外で食べてたら全然なーなんて、逆にもう冷たすぎてやばかった。シャリシャリって言った。ずっとそう、ポスト見てるよ。セブンにある、あったよアイスクリーン。確かに味はあっさりしてる。セブン行ってくる。ありがとうさくら。カップのやつある。アイスクリーン大好き。ハートありがとう。花びらありがとう。ハートありがとう。今日マジ寒かったよね。で今日の朝雪積もっててびっくりした。昨日の夜に、あ、なんか新しい服が届いたから着てみてたので、着てみようって思って着てて、でなんかあのなんだっけ、カーテン開けたらさ暗いから、あの鏡みたいになるじゃん。だから一旦ちょい開けぐらいで、ちょい開けてたらさ吹雪いててびっくりした。あ、15分経った。ほんとだ。花びらありがとう。そう、今日なんか積もっててびっくりした。雪じゃんってなった。
こんなさ寒いさ春ある？もうありがとう、早めに休んでって言ってくれて。今何分ってこと？じゃあ明日はね、もうやばいよ、ねえ、もうどうする？ 33 分？じゃあ45分に終わる。野球、サッカー、野球はたまに見るかな。サッカーはあの高校とかのやつしか見ないかも。高校サッカーみたいなのしか見ない。ねえ花粉ひどい、本当に最悪だよね。それなんかまだ寒いな薄手のコート、まだ寒いな。うん、見れてるから大丈夫だよ。昼間あったかいよ。でも今日は寒かった。なんか風が冷たいんだよね。野球はね、おじいちゃんがね、おじいちゃん家行くとずっと野球ついてるから、野球か相撲ですね。来週から、そうなの、やばいよね。山形、あ、そうなの。幕張音楽イベントあるんだ。そうなんだ。なになに、ハタありがとう。そう、目やばいの。今めっちゃ寒い。春は日陰で風吹かれるとまだまだ本当に寒いよね。全部伝わるよ。ドスコイボンジュール、え、する？おじいちゃんは阪神だからね。15対11、だからあのなんだっけ、私阪神の試合は見に行ったことある。あ、違う、阪神じゃない、中日か。中日は見、あ、中日と阪神見に行ったの。北海道帰ったら真っ白。あー、そっか、昨日幕張、そうだね、この伊集院さんいたね。去年ね、喜んでた。今日は晴れてて、あと、いいな、甲子園は行ったことない。こんばんは。でも普通になんか岐阜県代表のあの同い年の子で、あの甲子園岐阜代表は、私たちの代は県議賞かな。そう、名古屋ドーム、モバメ来た。そう、花はドラゴンズの試合は2回くらい見に行きましたね。幕張ね、ネオくんね、親戚ドラゴンズの試合、そうなんだ。多分県議賞わかる。おぎちゃんの通称の服かわいいよね。県議賞の子で、あの同じ塾だった子がいた。ダブル優勝したから住んでた頃ね、じゃあってこと。三重代表が、あ、そうなんだ。そこまで見てないな、最近見てないです。ネオくん会ったことない。で、あ、でもなんか友達が、あ、どうだったか、ネオくん、友達がめっちゃネオくんにハマってた時があって、すごいなんかいろんなあの報告されてた。今日はネオくんがこういうことをしてみたいな、こういうことしてっていうか、ネオくんがみたいな。あんまり選手とかわからないですね。なんだっけ、でも私あのね、なんかこの間中日じゃない、それ名古屋ドームで見た時に、名古屋ドームで見た時に、多分ヤクルトがいて、ヤクルトと中日の試合かな。で、なんだっけ、ホームランめっちゃ打つ人、ホームランっていうか、あ、村上さん、そう、村上さん見た時に、なんかわかんない。あの上の方から見てるからかわかんないけど、めっちゃちっちゃく見えて、
もっと筋肉もりもりだと思ったとか思ったけど、でもあれなんかな、逆に近くに行ったらめっちゃでかいんかな。なんかめっちゃでかいんやろうなって思って見に行ったから、あれ意外とって思って見下ろしてたからかもしれない。でも一番前だったの。一番前の席だよ、うん、一番前の席だったの。一列目、一階の、なんていうの、一階って言うんですか、本当にもうなんかキャッチボールしてる人が目の前でキャッチボールしてるみたいな、そんな感じのところで見てた。マジで遠近法って感じ。でも確かに他の選手と比べたらめっちゃ大きかった。めっちゃ前の方だったんだよ、一列目で、って思って見てた。でもなんかさ、その連れられてきてる身だから、なんか誘われて、あ、行くって言って行って、そう、なんかそう友達と行って、そのなんか多分なんかお父さんが職場でもらってきたからみたいな、川張りとかじゃないよ、普通の席で、なんかそのお父さんが仕事でもらってきたから行かないって言われて、行く行くって言って行って、で来ると、村上様じゃんみたいな、ヤクルトだっけ、ヤクルトだよね、そうそうそう、それで行って、おおってなりました。の後ろにめっちゃ野球好きな女の子2人組がいて、めっちゃなんかなんとか選手がすぐそこにいるキャーみたいな感じだったので、あ、野球ってそういう見方もするんだって思った。そのなんかなんていうの、なんかさ、あ、野球ってこういう楽しみ方あるんだみたいな、ミーハーではないかもしれない、どうだろう、ミーハーではないかな、そのなんか、あ、そうそうそう、あ、野球もそういうアイドル的な感じなんだみたいな、あ、確かにみゆちゃんと行きたいね、ね、キャンプ追いかけてる子友達にいる、キャンプ行ってる子いるよ友達、審判もなんだ、ヤクルト応援団、傘どうだったかな、みゆちゃん喜ぶね、みゆちゃん一緒に行こうって言っとこう、こんばんは、ねえ、でもなんかそのいつだったかな、もう忘れちゃった、おいじゃなな、キャンプ行ってる人いるよ友達、確かに研究生と正規メンバー、確かに1軍2軍とかあるよね、残酷な世界だ、姉ちゃんに教えてもらう、そうしよう、43分、じゃあ45分になったら男子読みます、確かに嬉しいね、スピードガンコンテスト、姉ちゃんね、そうだよね、忙しいよね、ゆずきさん、何が、倉本です、そう、冷やすと少しは良くなるんです、4軍って
同級生全力会すごいよ。添い寝配信ご飯って野球好きなの。確かに。せえ、あ、そうだよね。江藤美沙さんの旦那さんは、あそこにもいなかったっけ？ジャパンにもいなかったっけ？寝てる間冷やしてない。はぁ、ゆずきさんはキャンプまで行くんだ。キュンキュンだ。そう、まゆ。今くらい？あ、ほんと？地元一緒、あ、そういうこと？ごはん。ね、すごいよね。確かに。広島はカープ愛って感じか。そうだよね、いたよね、ジャパン。板野友美さんの旦那さんも野球選手だよね。すごい、野球選手って。なんかさ、あれだよね、栄養管理とか難しそうだよね。そういうなんかさ、筋肉とかの。あ、もうすぐ45分。アイドルもそういう風にした方がいいのかな。筋肉とかのその栄養バランスを考えた食事を。明日は大丈夫。積極的に。そうだね。あー、大場美奈さんですか。あの桃色紅白のやつで旦那さん出てて、大場美奈さんも出てましたよね。ねえ、みんな、ね、アスリートの奥さん大変ですよね、本当に。花菜独占。じゃあみんなが花の栄養管理をしてください。どうやってするかというと、私にあの栄養に効くような献立を教えてください。食塩さん、ありがとうございます。栄養管理。え、歯が違うもの食べるかな。野球選手の夢。あー、確かに。奥さんコンビニ、あ、コンビニ弁当出せばいいんですか。あ、私、あ、そうだよねえ、本当に私のあれ美味しいんだからね。まああれママが最初に作ってくれて、教えてもらったんだけどね。ブロッコリーマジで美味しいから、ブロッコリーは世界一美味しい食べ方だと思うよ。だけどあの今日あの夜ご飯をコハッピと食べに行ったんだよね。コハクと食べに行ったんだけど、コハクにもその話をしたの。あのブロッコリーの話をね。え、カロリーやばいかな。でもブロッコリーだけだぜ。ブロッコリーと、ちなみに言い訳もできるの。チーズは発酵食品だから、発酵食品は取らなきゃいけないんです。コハクがなんか美味しい食べ方を教えてくれて、ブロッコリーを茹でて、キムチ一緒に入れてチンして、その後にチーズを乗せてチンして、オーロラソースみたいにつけて食べるんだって。レンコン、ごぼう、人参、あれじゃん、ごぼうさんみたいなやつあるよね。マヨネーズダメだった。何って名前、美味しそうだよね。
あの穴の開いたレンコンさんって、ブロッコリーってさ野菜の中で一番美味しい気がする。まあでもトマトも美味しいけどね、トマトも美味しいしブロッコリーも美味しいしナスも美味しいよね。ナスが入ったパスタって絶対食べちゃうんだけど、みんなどう？待って、もう結構時間。ニンニク今日めっちゃ食べてきたよ。聞いてくださいよ、もう野菜シスターズいいよね。野菜、トマト、ニンジン。ほーれうそー、玉ねぎ、セロリ、ブロッコリー、肉の塊、あのステーキみたいな感じです。ハンバーグとみたいな。揚げなす美味しいよね。おい、焼肉じゃないよ。目えぐ、ちょっと目えぐいね。これ縦にすると目えぐいのもめっちゃわかるわ。さあ誕生見ます。13位リラックマ、ありがとう。12位、かわいいクロミちゃん、ありがとう。11位カステラ、ありがとう。10位、鎧着た男子の方、ありがとう。9位、カニザーザのアイコンの方、ありがとう。8位、メロンパン犬、ありがとう。7位カニラスカル、ありがとう。6位黒猫、ありがとう。5位、アマビエ、ありがとう。4位テニスボール、ありがとう。3位パンダ、ありがとう。2位アイドル、ありがとう。1位魔法少女、ありがとう。追加野菜、そうだね、セロリ美味しいじゃん。え、マジでね、気をつけないと。ナスのパスタ美味しいよね、トマト美味しいよね。うん、ありがとうみんな、お大事にします。あれどっか行っちゃった、お大事にします。スイカあるのってあるじゃん、スイカあるの。パクチーも美味しいね。じゃあまたお目目が良くなりますように。また明日、また明日ね、みんなおやすみ。みんなは明日、投票よろしくお願いします。ティーンズ31日までなので、あと握手会とかトーク会もぜひよろしくお願いします。バイバイ、またな、おやすみ、バイバイ、またな、おやすみ、バイバイ。